休憩前に引き続き会議を開きます。これら2件に対する質疑の通告はありません。お諮りします。これら2件については常任委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってこれら2件については常任委員会付託を省略することに決しました。これら2件に対する討論の通告はありません。これより採決を行います。法第6号および法第7号以上2件を一括して採決します。お諮りします。これら2件についてはいずれも承認するにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってこれら2件についてはいずれも承認することに決しました。38番、堀田信夫君。緊急質問をさせていただきたく申し出するものであります。メディアコスモス管内の大ガラスのひび割れに関してであります。私どもの指摘で慌てて問題を整理され、つい17日の夕刻に市民参画部が記者会見された通りのことでありますが、率直に言って今日この瞬間に至るまでも事態が正確に整理されているとは思えないところであります。先日申し出た際の議会運営委員会における市民参画部長の発言ですが、構造体の原因でなく施工上の瑕疵であり緊急事態でない旨の発言がありました。建物が完成して引き渡しを受けて、自慢のガラスがわずか4ヶ月でひび割れ、これが施工上のミスと瑕疵と言い切れるのか、構造上の欠陥である恐れも懸念される。仮に施工上のミスであったとしても、ガラスの大きさは幅1メーター840、高さ4メーター500、入館者職員に危険が及ぶ恐れがある。だから取り替えた、緊急事態と見たからでしょう。そして対処療法にとどまらないで、原因の究明と抜本的な対応が必要ではないのか。解明すべきはいくつかあります。ガラスをはめ込むコンクリートにたわみというものが想定され、計算をして深さを調整するという極めてデリケートな設計施工であります。この施工にあたって建設事業工事管理業務委託使用書によれば、工事管理項目で現場における立ち会いというものを、このガラスをはめ込む工事については立ち会いを除外していますが、いかなる理由であったのか。また岐阜市は工事検査というものをちゃんとやったのか、形式的であったのではないかと、いくつも懸念が湧いてまいります。一番の私は指摘したいところは、私どもの指摘がなければだんまりを通すつもりであったということです。11月の11日にひび割れを発見し、11月議会、3月議会、さらに文教委員会はわざわざ2月の25日に設計業者、施工業者を参考人として招き、屋根の水たまりについての不具合を誰がどう責任持っていくのかといった議論をしているただ中で、新たな不具合を抱え秘密裏に対策をしていたという事実であります。なぜゆえ報告公表しなかったのか。市長への報告も17日とのことですが、これはにわかに信じたいがたいことですけれども、報告
公表しないと判断したのは、一体誰の判断なのか。新たな不具合の発覚で、欠陥建物であるイメージに追い打ちをかけることになる。メディアコスモス人気に水を差すことになる。といった思いが働いて、副市長や市長に報告しづらい空気が職場の中にあるのではないかと感じられてならないところです。いずれにしても、議会軽視、市民不在行政の極みと言わざるを得ません。不特定多数の来館者がある公共施設、大きなガラスが割れて落下する恐れがあり、こうした危険な事態を隠蔽している行政の姿勢は、住民及び滞在者の命と健康を守ることを旨とする地方自治体にあって、信用を著しく失墜される、由々しいことと言わなければなりません。まさに、岐阜市の行政そのものが機能不全に陥った非常事態と私は考えます。隠蔽してきたことで、岐阜市はメディアコスモス建設に関わった業者をかばっているんではないかと市民の目には映ります。何かあるのかと疑念も持たれます。生命に関わる公共施設の不具合、加えて問題を的確に対応できず隠蔽するという行政機能の不全の非常事態、こうした問題が露呈した今、現に開かれている議会で正さずしていつ正すのか、6月議会まで待つ必要はないと私どもは考えます。ぜひともこの点について質問をさせていただきたく申し出るものであります。よろしくお願いします。ただいま、堀田信夫君から緊急質問に同意の上、本日の日程に追加し、発言を許されたいとの申し出がありました。よって、堀田信夫君の緊急質問の件を直ちに議題とし、規律によって採決します。本件に同意するに賛成の諸君の規律を求めます。はい。はい、どうぞ。規律少数であります。よって、堀田信夫君の緊急質問に同意の上、本件を本日の日程に追加し、これを行うことは否決されました。はい。33番、松原典一君。動議でございます。高橋正史議会運営委員長への不信任案についてでございます。5月17日の議会運営委員会で、テレビ放映時間外の時間質問時間が答弁を含めて60分とすることが多数決で決定されました。今日まで代表質問はテレビ放映時間の配分の影響から答弁を含め60分となっているということであります。質問時間がテレビの影響を受けることへの批判もあり、テレビをやめてはどうかと言われる人もいたのも現実でございますが、今日では現在の60分、答弁を含め60分が定着してきました。テレビ放映時の制約が答弁を含めることになった経過であります。答弁を含めることでの弊害は、答弁時間が長時間になると質問者の時間が相対的に短く制約されることであります。今まではテレビ放映以外は本来の議員の質問時間を保障する考え方が尊重されてきました。テレビ放映以外のとき、議員に登壇時間が長くなる場合は、多くは答弁時間の長さに原因がある。本来議員の質問権利を保障することが、それこそが議会改革のあるべき姿であります。
私たちは理事者の簡潔な答弁努力を機会あるごとに要請してきましたが、今日まで大きな成果が見られません。議会運営委員会としてはその点をもっと要求し進めることが議会改革のなすべき課題であります。議員質問時間の持ち時間40分が明記されないと、結果として答弁長時間化が図られ、質疑の不祥化となる結果になりかねません。このように議員活動に関わる重要な事案が全会一致を旨とすべき議会運営委員会で多数決によって強行される運営がされました。委員会開会中に委員の議案質疑に対し、そんなことは会議が終わってから聞いてと委員長席からの発言がされました。運営が極めて遺憾であります。高橋正氏議会運営委員長への不信任議案を提案いたします。よろしくお願い申し上げます。はい、20番伊深雅美君。ただいま議会運営委員長の不信任案動議が出されましたので、議会運営委員の一人として一言申し上げたいというふうに思います。今期の議会運営委員会について、議会外についての議論が注されてきました。とりわけテレビ放映以外の質問時間については、さまざまな意見がされましたが、議会運営委員会での意見の一致を見ることはできませんでした。このテレビ放映時間以外の質問時間について、答弁を含め60分とする政府委員長案であるものが、予告もなく3月末議会後にの開催での議運で提案をされました。本来、政府委員長のこうした提案は、本来、事前にあっていいものであり、知っていた会派もあったようでありますが、私どもにはこうした提案は一切ありませんでした。しかし、議運に正式に提案されたわけですので、私どもとしては、議運の全会一致を大切にしたいということを思いまして、答弁を含めて60分とする明文化について応じましょうということで、議運でも発言をさせていただきました。その上で、持ち時間は40分として、答弁を含めおおむね60分とするといった表現で、現状をぜひ担保してもらいたい旨の修正意見も申し上げてきたところでございます。ところが、議運では提案からの一言一句の修正もないとのことでした。5会派のうちの3会派、対2会派、この段階で確認事項のための協議を、で、多数決を取るのはいかにも乱暴だとしか言いようがありません。文言をいかに表現するかということですから、ここは強行しなくても役員改選後の6月議会、あるいは9月議会に向けて、協議を継続する選択もあったというふうに考えます。このような運営は、これまでかつてあり得なかったことであり、委員長の不信任に相当するものであるというふうに考えます。以上です。ただいま松原紀一君からの議会運営委員長不信任の動議が提出され、所定の賛成者がありますので本動議は成立しました。この際しばらく休憩します。